今日午後、名取市の県道で車止めに衝突し横転していた乗用車に対向車線を走ってきた軽乗用車が衝突し80代の男女2人がけがをしました。き午後1時ごろ名取市飯野坂4丁目の県道で 道路脇の車止めに衝突し横転していた乗用車に対向車線を走ってきた軽乗用車が衝突しましたこの事故で乗用車を運転していた80代の男性と軽乗用車を運転していた80代の女性がそれぞれ胸の痛みなどを訴え病院に運ばれました2人とも命に別状はないということです